ドギャンソラさん、盗み聞きって言い方はデージ悪いことしてるみたいに聞こえるやし、して20年くらい前くらいの話ね。あの頃パーパーの仕事で南城市の大里に双子の息子らと4人で住んでて、週末や休みの日に富城に戻る生活。富城の家には義理のお母さんと娘2人は高校生、3人で生活って感じやった。その日はたまたま富城に用事があって、私だけ朝に富城に戻ると、玄関に見たことない男の靴、義母に誰かいるのって聞いても、わからんさって言うから、2階に上がって長女の部屋のドア見ると、いつもは鍵開けっぱなしなのに鍵が閉まってる。絶対タワーからいるやしってなってからに、まずドアに耳を当てて中の様子を数字ゲージ聞いてるやし聞こえん。ベランダから数ミリしようと思って出たらカーテン閉まってて見えん、なんかだんだんぶち切れた私、ドアの前に立ち、ドアを強めにコンコンからの盗み聞きなんか声が聞こえるが何言ってるかわからんから、さらにぶち切れて、早く開けれからのドアをどんどん、怖っそれでも開けない娘、お強いね娘さんも、はっさ怒り爆発してドア蹴っていやいや、さっさと開けんかタックルサリンのやな、バラバラとドアを開けるまで蹴り壊した。いや反射のやり方だよこれしかもこれ実家じゃないよ、うん、義理のお母さんやべえな。したら娘がドア開けおった。部屋の中見たらシングルベッドに寝起きでしかんで体育座りしてたのよ。はっさもう朝なーいいから説教しちゃんよ。彼氏ができたってのは分かってたが、親がいない時に男泊まらすのは許さん、みたいなこと、文字にできないくらいの言葉をバーらないってからね。その前にもあったけどね、実はその男ビクビクしてごめんなさいと荷物を持って走って逃げよった、娘一人になってから言ったのが、パーパーがいたら泊まらしてたか、してないよな、パーパー悲しませることしたら私は許さん、分かったかって言うと、娘がしくしく泣いてうなずきよった、その時娘の部屋で飼ってたハムスターがカラカラーって運動する音だけが鳴り響いてた今では懐かしい思い出さ急に作品性出さんでいいわけ最後ね、最後ハムスターがカラカラカラーってなるいや、いいよ、いい作品だよ、いいカットですこれ、よく撮りましたこのカット、素晴らしいあめっちゃ伝わるね、そのままのさ緊張した空気をちょっとこれが和らいでくれたみたいな、ハムスターがめっちゃいいハムスターはずっと見てたからね、その状況を彼氏との状況、あそう一番誰よりも見てるよね、そうそうそう、ウケるはあめっちゃおばあちゃんも下でびっくりだったんですね、そうだね、いやでも彼氏の方も焦っただろうねこれは。でもちゃんと逃げたらダメだよね、ちゃんと話をして、してそうね、ただ高校生か、高校生じゃしょうがない、高校生、うわでももうちょっとこの男の子の気持ちになったら冷や汗出るな、その状況、怖いね、でも逃げない、いやいや僕もなんか似たような経験ありますけど、ありますけど喋りたくはない、これは、さっきのこれは喋らんと、さっきのあれがあるから、そうね、もうここでは喋りたくない、喋らんと、俺の中ではこの話のタイトルはカンパチっていうタイトルなんだ魚のね、カンパチの刺身っていうタイトルなんだけど、言いたくはない、オッケー、じゃあイメージしとこうね、想像してくれましょうね、カンパチで